おはようございます。釣り子 TV です。これ出てましたね。ダイワのモアザンモンスタースライダー 160F っていうことで、ダイワのペンシルベイトですね。トップウォータープラグね、これね、結構前から出るよなんて予告されていて、どんな感じかなと思ったんで、一本ね、入手することができました。早速ね、見ていきたいと思いますけども、まあこんな感じの、パッケージで、2178円ということですね。じゃあ早速開けていきたいと思います。こうなって、あ、ここが、こうなって、はい、出てきました。なんかね、すごいシンプルな、ね、オーソドックスなペンシルベイトといった感じの形ですけど、どうでしょうか。あ、針がね、最初からね、いいやつがついてますね。これは刺さりが良さそうだっていう針が、前から1、2、3本ついていて、で、頭周りがこういう感じですね。背中に来て、サイド、お腹側。お腹側がちょっとこう、なんだろうな、こうキールみたいなのがね、ありますね。これもなんか形的に意味があるのかな。まあカラーリングはね、綺麗な感じでね、まあこんな感じのルアーでございます。でね、後ろにこういろいろ説明書きがあるんでちょっと見ていきたいと思うんですけども、バイトは多いが腹筋が悪い状況に最適な扱いやすい食べ頃サイズの16センチビッグペンシルっていうことで、扱いやすい食べ頃サイズなんです。もはや16センチっていう大きさがね、食べ頃サイズなんていうね、こういった名機があるようなね、そういう感じになってきたんですね。昔はあのメガバスのジャイアントドッグ X なんかでもね、だいぶでかいなーなんて思って使っていましたけども、ね、最近は16センチでも食べ頃サイズでね、ここら辺が2021だなーなんていう風に感じつつ、新採用の V ハル形状によるクイック&ワイドターンとスーパーラトルサウンドの相乗効果で、擦れたランカーシーバスも思わず口を使うっていうことですね。腹側のこの V ハル形状、ボディ、腹部後半の形状、ボートの選定と同じ V ハルとすることで、ドッグウォークアクション後半では、ボディが水面滑走状態となり、クイック&ワイドなターンが可能に。ランカーシーバスに多いルアーを見失うと必要にアタックしてくる習性がハマりバイトを誘発っていうことで、高浮力、ビッグヘッド&立体エラ形状ね、ボディヘッドを太くして、浮力を増すことで、ドッグウォークスタート時にヘッドが水面から飛び出し、同時に立体化したエラが水をかき回してランカーシーバスに存在感を猛アピール、ね、この辺のエラの形状とかこの頭がこう膨らんでる感じもね、意味があるんだよっていうことですね。シーバスを寄せるスーパーラトルサウンド、水中に響きやすい高周波ビッグラトルサウンドで、離れた場所にいるシーバスにも存在をアピール可能。ベイトが多い局面でも威力を発揮で、フッキングを優先した、2番のトレブルフック&ダブルリング仕様ということで、16センチペンシルではやや小ぶりな、2番フックをダブルリング、センターフックのみ、シングルリングで、セットすることにより吸い込まれやすくなり、じゃれつくようなショートバイトもフッキング、可能ということですね。で、使い方もね、親切に書いてありますね。ルアーが水面に浮いた状態でロッドをリズミカルにジャークし、なるべくワイドなドッグワークアクションで誘う。ランカーシーバスはルアーを左右に、大きく移動するとその都度ルアーを見失って興奮し、ピークに達したタイミングでバイトすることから存在をアピールしつつ、ワイド、かつクイックにターンさせることがヒットを誘発する肝となる。バイトが出てヒットしなかった時は一瞬ポーズを入れた後即座にショートドッグウォークに切り替えるのも有効です、みたいなことがこのね、後ろに、書いてあります。はいねえ、まずここのね、形状がちょっと
独特だよっていうところと、あと結構ジャラジャラしたこのラトルサウンドが肝だよ。はい、で、16センチのこの手のルアーだとね、大先輩ねいますよね。ちょっとねせっかく持ってるんで、比較していきたいと思います。じゃじゃん、アマゾンペンシル、エバーグリーンのこう名作中の名作、アマゾンペンシルですね。まあこれはよく釣れる、本当によく釣れるなっていうところで、まず大きさはね同じ16センチなんでボリューム感が一緒で、もう形状もほぼ一緒ですね。うん、ね、こっちの台輪の方、まあエラはあるっつっても、まあアマペンにもエラはあるから、エラ周りもまあ似たようなものなのかなっていうところで、そうですね、大体同じ感じかな。フックの位置もおおよそ、ね、コピーしたのかってぐらいに似たような感じのね位置ですので、大体ね似たような感じですね。まあこっちはリングが増えてるよとかありますけども、まあこんな感じ。まあこれエバーグリーンのねアマゾンペンシルね、一時はね中古釣り具屋さんなんかでね本当買いやすかったんですけど、シーバスでね非常によく釣れるっていうことで、再燃というかね、こう大人気になっちゃってまして、今やもうね出たら一瞬でね売り切れちゃうっていうね恐ろしいルアーになっているんですけども、まあこれはね台輪のルアーなんで比較的買いやすいんじゃないかなってね。アマペンがねなかなか手に入らないよなんて、まあこれもねなんか最初なんでお一人様一個とかになってましたけども、ただアマゾンペンシルだいたい1年に1回ぐらいね出て、そのタイミング逃すと買いづらいんで、新色とかね、これ新色なんとか変えたんですけども、比較的買いやすいんじゃないかなというところと、あとはもちろんね台輪で揃えていきたいぜなんていう人にはね、台輪からもこの手のね16センチぐらいのカット尾のね、かといって最近流行りのジャイアントペンシルほどではなくっていうね、ほんとね稲子を食ってる時なんかも効くんですよね。なんかこの白パターンの時期とかね、こういった、水面系のルアーって非常に、効果的ですけども、いつもがいつもねこの白がねいるわけでもないっていうね、ただ稲っことかねそういったのは、よくいるんで、そんなフィールドなんかでもこのサイズ感だと結構果敢にアタックしてくれるんじゃないかなっていうことで、今シーズンはね自分はね見に行ってただけなんですけども、地元の川なんかではね友達とかがねこのアマゾンペンシル使っておかっぱりからね結構80アップとかねデイタイムでね釣ってるんですよね。朝にね釣れたよーなんて LINE がピローンって届くんですけども、80、80、また80、いや今日は75センチまでだったよなんてね景気のいい話をねアマゾンペンシルは今年よく聞いたね。そんなところに来てこれですよね。もうほとんどね形もね似たような感じで、でまあ並び出せば買いもうちょっと買いやすくなるんじゃないかな。カラーもねアマペンにない色なんかもね買えるんじゃないかなと思いますんで、なんか噂のアマゾンペンシルの釣りっていうのをちょっとやってみたいんだけどなんていう人は、このね台輪のやつなんか比較的時期にね買いやすくなってくるんじゃないかなと思いますんで、ぜひね試してみてはいかがでしょうか。コツとしてはね、まあ夜なんかも釣れるんですけども、まずは朝まずめで、そこから、デイタイムね、みんながねシーバスもう釣れないかななんて帰った後、そういった時間帯とかもね投げ続けてるとねワンチャンねランカーが出るみたいですよ。こんな時間に釣れたのって11時半とかね11時とかね、まあ潮の塩梅によってね毎日そこら辺は変わってくると思うんですけども、ここら辺の水面で何がいるか特定できないっていうこの曖昧な感じがですね、日中のなかなか釣りづらい擦れたねビッグバスなんかも魅了するっていうね、こういうことみたいなんで、ぜひですねトップウォーターゲームね、これでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はいね、形まあ正直なとこね
似てる似てるって聞いたらどんぐらい似てるのかなってねちょっと見たかったんで買ってみたんですけども、もう、うん、だいぶ似てるんじゃないかななんて思いますけどね、ダイバー好きの人にはねこれ朗報ですね。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、ダイバーのモアザンモンスタースライダーの 160F、 これをね開封してみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。